はい、も結局です。今日ですね、ダビスタリオン続きやっていきましょう。41年目4月4週、今週はキングクイーンが出走。はい、アイランドこんな感じ。そしてキングローザ、ローザクイーンはスピコメありです。あ、でティアラ、これもねスピコメあります。はい、じゃあどんどん進めていきましょう。さあキングクイーンいいね、印オッケー。京都競馬11レースオープン単語ステークス、ダート 1400m、 コンディションはやや重。スタートしました。ゴールスキーかわして先頭、ゴールスキーわずかに先頭か。ここからが勝負どころ。まあゴールスキー重賞クラスですからね。先頭食い下がる。リエの手相路あと200、ゴールスキー差を広げる。どんだけやれるか。かわせ食い迫ってくる。追い上げる。リエの手相路、リエの手相路届くか。よし、オッケー。仕切って降臨。いいね。キングクイーン、キングクイーン単語ステークス制覇です。2着。よし、ゴールスキー勝ったか。オッケーオッケー。ダートやれるってのは証明できましたね。セールはいかないっす。キングトリック、お、ヒンバ来ました。ヒンバ来たか。マジ痛いね。ローザマジかよ。クイーン、クイーンはねいい走りでした。さあで次どうするかね。まあ NHK マイルカップ行ってもいいっすけどね。行くか。はい、ちょっと行きましょう。キングトリック、まあトリックはね、パワースタミナね、これクラブにあげましょう。さあでクイーンやね。まあ即戦力狙いならルーラシップ。じっくり行くならストラビンスキー。まあ今年はストラビンスキー行くか。ね、それで行きましょう。そう、ヒンバ来て喜んだんですが、まあどっちでもよかったね。ルーラーシップをねつけてたので。よし、オッケーかな。はい、進めます。エピファパール、黒船、キングクイーン、そしてアイランド。まあ、印は苦しいっすね。ピクシーナイトとアドマイアマーズか。強いね。世代最強マイル王者を決める戦い。快速自慢の3歳馬が東京競馬場に集結しました。NHK マイルカップ、まもなくスタートです。スタートしました。ここで先頭が変わった。
わずかに先頭はアドマイヤマーズ。さあどうだ、ダノンスマッシュ、アドマイヤマーズ先頭 200m を通過した。アドマイヤマーズ粘っている。きついね。アドマイヤマーズ後続を離していく。アドマイヤマーズまず安定してますね。追い上げる。アドマイヤマーズ逃げ切ってゴール。はい、アイランド、そしてクイーン。キングストリーム、ティアラ、ビクトリア前でいきます。まあクイーンはね、1600ちょっときついよね。まあ今は短いところいきますか、コツコツね。アイランド疲れてる、休みましょう。キングストリーム、ヒンバ来て、まあとりあえずこの順番ですね。バーミリアン、ここヒンバ来て、次スピルバーグつけて、でロード必ずつなげます。エピファどうすかな。いやこれもう引退でもいいね。ちょっと枠開けてもいいっすね。ちょっと開けとこ。はい、これでいきます。 OK、 じゃあ進めましょう。さあティアラどうだ。まあ一応ついてる。ストレートガールとマルセリーナか。今年もマイル女王決定戦の季節がやってきました。かつて名品たちが駆け抜けた東京競馬場で、今年の勝利の女神は誰に微笑むのでしょうか。スタートしました。フロンテアクイーン、エイジンメンフィスかわして先頭。エイジンメンフィス粘っている。迫るエイジアンウィンズ。エイジアンウィンズ先頭。お、でもまあじりじりでもないね。逃げるエイジアンウィンズ。キングティアラ先頭を追っているが、エイジアンウィンズ、ムードインディゴ追い上げる。はい、まあ残念ですね。先頭でゴリ。ティアラ引退する？引退してもう種付けしますかこれ。そうしましょう。はい、これは繁殖あげます。さあ種付けいきます。でこいつはねめちゃくちゃ使いやすいんですよ。ハードスパン、まあこの辺ねつけてもいいですし、あとはまあストレッチセンスもいいですね。エンパイアメーカーとかね。あとまあゴールドアリュールつけてもいいですし、まあかなり使いやすいんですよ。どうすかな。ゴールドアリュールつけて、その後エピファネイア、まあそれもいいんすよね。ちょっと迷うね。まあとりあえず今年はゴールドアリュールでいくか。ハードスパムつけたいけどね。まあゴールドアリュールでいきましょう。はい、じゃあこれで進めます。6月、キングクイーン、まあ得意距離でいきましょう。よし、ローズは戻ってきた。アイランド戻ってきた。まあどの辺使うかやね。1600、いや1400やな。
アイランド、まあまあ1200っすかね。はい、1200でこれでいきましょう。印 OK。 阪神競馬11レースオープン天保山ステークス、スタート1400m、 コンディションは良。スタートしました。ヘッドライナーかわして先頭、ヘッドライナー抜け出した、ドリームキラリ少し離れて追走、ヘッドライナー、どうだ、上がってきてるか。先頭だ、残り200を切りました。ドリームキラリ、ドリームキラリ迫ってくる、スーに差を広げ、かわせんか、スーにキングクイーン、帝王、よし、かわしたね。伸びる、2頭が並んで降臨、キングクイーンわずかに制したか。スーニに勝ったのはいいね。ダート安定っすね。まあダート安定ってかね、まあ1400がちょうどいいんですよね。まあちょっと一回放牧入れとこう。お、クイーン、クイーンストラビンスキー。まあクイーンストラビンスキーはね、まあ牝馬狙いでつけてるんですが、まあぼちぼちは走ると思います。そこそこね。さあどうすかな。まあ、ただ1600走んないと使いたいです。ないっすからね。あ、キーランドカップあたりとか。よし、これでいきましょう。さあでクイーンっすね。ねえ、ビシビシ OK。で、クイーンが、はい、コメントはこんな感じです。まあ別に良くはないですね。キングローレルにしよう。はい、進めます。マジ？また？おー、いいね、印。完璧。福島競馬7レース、3歳以上2勝クラス、芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。姿勢飛転かわして先頭、さあ位置 OK、 前空いてる、外から伸びてきた、姿勢飛転先頭、残り200を切りました。姿勢飛転もらえにかかる、キングアイランドさらに差を広げにかかる。おー、アイランドいいじゃん。キングアイランド、キングアイランド先頭でゴリ。よし、オープン戻ろう。うわ、マジかよ。痛すぎるね。まあキングローザは子に期待できるんですよ。で、まあ、まだいいっすけどね。アイランド。まあまあ順調。次もそうやね。ちょっと短いところ行きます。まあ、1200行きましょう。キングスピード。マジかよ。マジ？痛いね。まあこれはね、そんな期待できないっすね。
じゃキングルビーで。さあコメントチェック。はい、じゃあ進めます。キングクイーン、芝どうだ。うわー強いな。タワーブロンドン行ってダノンスマッシュ行ってワンカラットもいると、これはきついね。札幌競馬10レース G3 キーンランドカップ芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。ここで先頭が変わった。2頭が激しく競り合っている。ソルベイング差を詰める。先頭ダノンスマッシュ食い下がる。ソルベイング、タワーオブロンドン届かないか。ダノンスマッシュ、まあでもじりじり来てますけどね。キングクイーン捕らえに出る。キングクイーン、ダノンスマッシュ、やっぱクイーン強いわ。キングクイーン差し切ってゴール。勝ったのはキングクイーン。これは強い。鞍上は川田優雅騎手。いや、このメンバーを抑えたってことさ、もう超 G1 級っすよね。いけるぞ。まあ、あとはこれから1600で勝てるかどうか。キングローレル。あ、来た。クイーンストラミスキー。クイーンの子。松山公平でいきます。キングクイーン、まあそうっすね、やっぱりスプリンターズステークス狙いたいっすよね。いきましょう。はい、進めます。さあローレル、シュネルマイスターか。で陶芸ヘイローもいる。きついね。ここで当たりたくないよね。札幌競馬3レース2歳新馬芝 1500m、 コンディションは良。スタートしました。陶芸ヘイロー先頭に立った。陶芸ヘイロー、さあどうすかね。シュネルマイスター、それからキングローレル、陶芸ヘイロー、陶芸ヘイロー先頭だ。まあローレルも頑張ってるんですけどね。陶芸ヘイロー、シュネルマイスター、捉えに出る。2頭が並んでゴール。まあ、予想通りやね。キングローレル行くか。でアイランド、まあ芝1200いきましょう。いや、これはいらん。パワーあり、根性あり。根性ありじゃん、まあ、根性大事ですからね。さあキングローレル、阪神競馬1レース2歳未勝利芝 1400m、 コンディションは良。スタートしました。ピースマインド先頭に立った。ピースマインド、さあ位置はいい。わずかに先頭か。伸びてる。差を詰める。4頭ほどが固まった状態。坂を登って、キングローレル先頭に立ち。坂で止まんない。湘南アチーブ勢いよく追い上げる。キングローレル食い下がる。2着先頭での伸びる。湘南アチーブ差し切ってゴール。はい、ぼちぼち使ってきます。ローレル一回放牧入れてもいいね。キングクイーンスプリンターズステークス行きましょう。
で、キングアイランド。で、ルビーがデビューか。ダート行くか。はい、ローレル戻ってきました。キングルビー微妙っすね。阪神競馬2レース、2歳新馬、ダート 1800m、コンディションは良。スタートしました。オーロスターキス、先頭に立った。さあ、どうだ。オーロスターキス、オーロスターキス、先頭だ。迫る、レディバード。まあ、一応切ってますかね。ただきつそうやね。まあダートいけるのかっていうのもあるよね。あーダート厳しいか。オッケーオッケー。キングアイランド印いいね。阪神競馬9レース3歳以上3勝クラス芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。アンリミット離れて追走。さあどうだ。ダンサー抜け出した。伸び出ますね。わずかに先頭はサニーダンサー。キングアイランド。あ、やっぱアイランド強いな。ここから坂を駆け上がる。キングアイランド伸び足がいい。2番手はサニーダンサー。続いてアンリミット。はい、まあこの辺は余裕っすね。オッケーオッケー。キングクイーン、まあシルシャぼちぼちやね。ストレートガール、レッドファルクス、ターブロンドンか。まあ強いね。ここから先は瞬き厳禁。果たして最速の称号は誰。最速の称号欲しい。現役のロックハロンが今幕を開けます。スタートしました。スタートっけね。トースタートは2頭。追いすがるラインスピリット。さあ1はいい。わずかに先頭はキングクイーン。1はいいがどうだこれ。キングクイーン粘っている。外どうだ。キングクイーン後続を振り切りにかかる。クイーン粘れるかこれ。タワーブロンド来てる。タワーブロンド外から伸びてくる。レッドファルス。よしガッツポーズ。先頭でゴール。勝ったのはキングクイーン。鞍上は川田優雅騎手。キングクイーン連勝記録を伸ばします。強いな。よし、まあとりあえずクイーンの子でやりましたね。まあルーラシップクイーンはね、まあ即戦力狙いだったので、まあ良かったです。1600がきついんですよね。ただ1600頑張ってくれないと。マイルチャンピオンシップ、いきます。まあ一回放牧出してもいい。まあそのまま行きましょうか。で、アイランド。そうやね、アイランド。まあ、短いところ行きます。はい、じゃあ進めます。お、いいね、印。東京競馬1レース2歳未勝利芝 1600m、 コンディションは重。スタートしました。ジャストアジゴロかわして先頭。わずかに先頭はジャストアジゴロ。ここからが勝負どころ。わずかに先頭はジャストアジゴロ。迫るキングローレン。よし、まあ伸びてる。先頭に立った。あと200。キングローレン伸び足がいい。キングローレンさらに差を広げにかかる。キングローレン押し切ってゴールイン。勝ったのは5番キングローレン。まあクイーンストラビスキーはね、まあちょっときついですよこれ。凝った配合なんですが、まあ、ちょっときついですね。今週はレースなし。
ローレル。ダートか。まあ、行きましょう。キングルビー。キングルビー。はい、レースと。新潟競馬1レース。2歳未勝利。芝 1600m。コンディションは良。スタートしました。ここからが勝負どころ。厳しいね。先頭迫るヘルメットパワフルヒロコ3番手から先頭を狙う。ここで先頭が変わった。きつい走りしてますね。ヘルメット先頭に並びかけるパワフルヒロコ、さらに差を広げにかかるパワフルヒロコ、押し切ってゴール。さあローレル、印はまあまあって感じだね。京都競馬4レース2歳1勝クラス。ダート 1400m。 コンディションは良。スタートしました。キングローレル先頭に立った。キングローレル先頭、アポロドルチェ並びそうだ。2頭が激しく捕まるね。あと200。いや粘れるか。キングローレル伸び足がいい。あ、いいね。キングローレル後続を離していく。キングローレル差を広げにかかる。タイドオブハピネス。よし、ローレル勝ちました。切ってゴール。勝ったのは、オッケー、ダートいける。ローレル、ルビー、大丈夫。ということで、今回はここで終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。